うまくいかず落ち込んだりイライラしている子どもにどんな言葉をかけるとまたやる気になってくれるか教えてほしいです。これよくあると思うんですけれども、そもそもうまくいかなくって落ち込んでたりイライラしているときに何か声をかけられてもそれを受け止める状態じゃないので、それは全部なんていうんですかね、跳ね飛ばしちゃうっていうか、じゃあ一つも浸透してこない、どんなにいい言葉だとしても。だからそれは、まずはこの落ち着くように、落ち着くというかその子がこういい状態でリラックスできるように、気分を変える、外に例えば連れ出すとか、何か、何でしょうね、一緒にちょっと甘いものを食べてみるとか、何か違うことでこう気分転換をしていい状態になった時に、そういえばさっき何か自分でこうなかなかこう難しそうな顔してたけどどうしたのとか、何かこう理由を聞いて、本当はどうだったらよかったのとか、それですね。そんな風に引き出してみて、そして頑張ってるんだなっていう、その、じゃあ辛かったんだねっていう、その事実をなんか言ってもらう。苦しかったんだねとか、イライラしてたんだねっていう、それでいいと思うんですよね。なんかあんまりそこでこう余計に入っていて、お母さんこうした方がいいと思うとか、そういうことではなくて、ただただそこを認めるっていうのと、そばにいるっていうのでいいんじゃないかなと思います。書道の時にもまさにそういうことがあるんですね。うまく書けなくて、イライラしたり、それから、なんて言うんですかね、今日あった出来事に左右されて、そしてなんか字がダメになっちゃうみたいな時、そんな時、私思うには、なんか孤独な時間みたいなのも必要かなと思ってて、それで、お子さんをまず信じて見守るっていうのもやってみてます。その子が自分で自分の心を落ち着けて、そして、なんとかこうその場にいられること、それからもう一度書こうと思えること、そんなことを見守っていって、で、自然とでも落ち着いてくるんですよね。そうした時に初めて、まどかさんもおっしゃってましたけど、コーチング的な言葉かけをしていったり、それから特にあんまりこう関わらずに、でも今日来て書けたこと良かったねっていう気持ちで送り出して帰ることもありますね。そんな時間も大事かなって思っています。1日研修したらこの講座分元が取れます。